では、次のテーマですね。韓国文化紹介で。お待たせしました。ヘテ君の方で紹介したい、小説であると。ということで、よろしくお願いいたします。そうです。韓国文化紹介ということなんですけど、まあ、ご存知の通り、平野啓一郎さんっていうのは日本の作家で、まあ、日本で作られた小説ではあるんですけれども、まあ、在日文化紹介みたいな感じの雰囲気がいいかなと思います。そうです話の内容的に。か。まずこのある男っていう小説の、あらすじについて説明したいんですけれども、主人公は弁護士の人なんですよね。で、その弁護士のもとに、まあ、ある依頼が来るわけです。で、その依頼っていうのは、まあ、山奥、田舎の方にある女性の人が、まあ、夫が亡くなったっていうんですよね。で、まあ、夫が、まあ、数年前に知り合って、で、そこから結婚して、林業の方に携わって、まあ、働いてたんですけれども、その男性が、まあ、不慮の事故で、まあ、木が倒れてきて、その下敷きになって亡くなってしまうということで、まあまあ、そういうふうにして亡くなってしまうんですけれども、その後に、まあ、昔の兄弟とかに連絡しようという話になるんですよね。で、夫からは連絡するなと。俺が死んでも、仲悪かったから連絡するなって言われてたんですけど、まあ、そのわけにはいかないだろうと。やっぱ何も何でも兄弟やから言っといた方がいいやろっていうふうに言って、お兄さんに電話したら、まあ、ちょっと怪訝な反応ではあるんですけど、まあ、一応来るって言うんですよね。で、それで来て、まあ、仏壇の前で、ちょっと手合わせてたら、写真見て、これ俺の弟じゃないって言い出すんですよ。で、それで奥さん驚いて、どういうことですかって言って、いや、顔が全然違うって言うんです。で、どうやらその、男の自分が夫だと思ってた人は、知らない人の戸籍を使って生きてたんだっていう話って。じゃあ私はこれ誰を愛してたんだって話になるんですよ。で、そこからまあ一個謎が生まれて、それをまあ弁護士である主人公がいろいろ調査していくんですけど、その主人公がまた在日の人なんですよね、これ。で、在日っていうのもそもそも。弁護士ですね。弁護士。で、その在日っていうのも、まあそもそもがやっぱり朝鮮人なのか、それとも日本人なのか、そのアイデンティティの狭間で揺れる存在だと思うんですよ。まあ、僕自身もそういう時期ありましたし、みんなそうだです。から、で、そのある男っていう中で、やっぱりその自分のアイデンティティ、自分が何者なのかっていう、またその同じような問いが浮かんでくるわけですよね。その亡くなった男の人を愛していた、誰かも知らない人間を愛していたって思ってしまう奥さん。で、そして自分も、そのことを通して、自分っていう存在、在日コリアンっていうのは何なのかっていうふうに考え出す。で、そのやっぱり二つのメッセージが、作品の中でいろいろ、練られていって、で、そして、答えがいろいろ出ていくっていう話で、まあ、今、話聞いていただいただけで、まあ、結構面白い小説だと思ってもらえるんじゃないかと思うんですけどそうでも。すね。なんかドラマにもなりそうだし、まあ、やっぱそれはすごく面白いですよね。やっぱり、いや、さすが、慧眼ですね。もう、映画化決定して、近々あ、そうなん公です開さね。れるっていうことなんで。小説ができたのは最近ですか？ちょっと待ってくだあ、さいまあ、ね。大体ですけどね。この小説の初版が2018年なんで、まあ、そこそこ前といえあ、ば、そうですね。前ですあ、でね。もまあ4年ぐらいだから。まあでもやっぱり結構ありそうな話ですよね。もしかしたら、やっぱ在日の中でも本当ありそうな話。ないとは言えないね。まあまあ、その戸籍を、他人の戸籍使って生きてたっていうのは、まあ、日本人のことなんですけれども、そこは別で、まあ、この帯に書いてあるんですけど、愛したはずの夫は全くの別人だったっていうふうな形になってて、まあ、平野啓一郎さんは、マチネの終わりにっていう本で結構話題になったと思います。映画化されて、すごくヒットした小説ではあるんですけど、そこでもやっぱり人の愛情っていうふうなものの、なんて言うんだろうな、何なのかっていうところについて深く考えさせるような小説で、やっぱりね、うまいこと書いてたなって思うんですけど、このある男を読んで、ちょっと平野啓一郎さんの、なんていう、底知れなさというか、またなんか一個レベル上げてきたなっていうのにちょっと感心しましたね。ここまでこう、やっぱり人の悩みというか、人の心の戸惑いっていうのをうまく表現する作家なんだと思って、すごく驚きました。ぜひね、ちょっとまあ読んでいただきたいと思いますし、
で、あと、平野啓一郎さんのツイッターとか見ていただいたらわかるんですけど、割と政権に対して批判的な発信をずっと行っていて、そこの、まあ、選挙に対してもそうですし、デモに対してもそうですし、まあ、その今の現在を、ちょっと切るような視点も入っていて、そこまではやっぱ読んでてちょっと良かったなって思うんで、まあ、現代に珍しく物言う文化人だなって思ってます。なるほど、ありがとうございます。いや、本当僕もやっぱり本当こうやって毎回ヘテ君にやっぱ紹介されながら、本当全然韓流ドラマも何も見れてないんですけども、さっきの BTS と一緒ですよ。やることに追われて、自分が成長する時間が全く取れない。なんですけども、まあ、あとやっぱりその精神的にちょっとやっぱり最近ね、やっぱりなかなか苦しい状況だからね、世の中の状況が、活動にやっぱりやんなきゃいけないと思いつつ、やっぱ無駄な時間を過ごしてることが多いんですけども、なんとか、やっぱり自分を豊かにすることがね、やっぱり大事だから、本当にそうやって、そうするとやっぱり伝える内容ももっと豊かになりますからね。はい。はい。はい、めちゃくちゃいい本でした。はい。いや、本当見たいと思います。はい。はい、ぜひ読んでください、皆さん。はい。Shouldn't go yet, shut up, size to up, that witch in his story.